みなさんこんにちは。こんにちは。影絵女子のかよっぺとゆうゆです。今日はこちらの面白影絵ブックの中からじゃん、狼をご紹介します。それでは狼作ってみましょう。まずは狼の頭。まず片方の手グーにして軽く握ります。この手を手首を曲げて倒します。ここ、このグーのところを伸ばしてまっすぐにしてください。これ他のモダンな犬とかでもやりましたよね。大丈夫ですか？でも今日はちょっと違います。狼なのでじゃん、はい指をちょっと4本ずらして狼の牙を作ってください。親指は下顎です。次にもう片方の手手首のところに手首を当てます。小指の先をくっつけて薬指の先もくっつけます。これが狼の目になります。人差し指と中指は耳、親指は使わないので人差し指のところに添えて隠してください。これで狼の頭の出来上がりです。はい、では私は足を作っていきましょう。まず両方の手の指先をこんな形握ってください。そしたら指先をちょっとずつ開いてあげて狼の鋭い爪を作ります。そしてこの両手を下に下げて肩を上げます。次に手首をぎゅっと持ち上げてこのまま頭の人の横に並んで移すと、はお、狼の出来上がり。わお、皆さん狼いかがでしたか？ポイントは2つ。1つは狼のお目目、丸くすると可愛くなりますので、ちょっと薬指を伸ばして目つきを悪くしてみてください。あとは2人で息を合わせて、はい動いてみてください。それでは今日はこれでおしまいです。いいねとチャンネル登録お願いします。